どうも、口生です。どうも、ひびです。はい、ゼラチンシリーズ第3弾第3弾今日は、キムチです。で、キムチは、水にね、溶かせないんで、汁にゼラチンを入れてチンして、キムチの汁を絞り出してチンするんだ。先にそうチンする。70度か80度になるにチンします。そこにゼラチンを入れて混ぜて、その後具を入れて、そうですね、片手で固めていきます。うわぁ、見てください、気持ちがいいにゃ。キムチで100均で買ってきたこちらですね、なんだかな、パスタを入れる用の、うん、こうなってますね、はい、ここにまずキムチを、ね、入れて、はい、汁を下に絞り出していきます。うわ、結構ドロドロ。汁がねえぞ。あれ、スプーン、ちょっと待って、思ったより汁ないぞ、本当に。スプーン、うん、見せますか。ちょっと待って、本当汁が思ったより少ない。まあ、でも出ると思う、出ちゃう。早くちょっとお湯先にちょっと入れちゃう。ちょっと入れちゃう。まあ入れてもいいでしょ。ちょっと味が少ないだけだ、うん、あ、なんならこれ、あ、これこのままでちょっと、この、うん、これちょっとお湯入れて、うん、お好みか、もうちょっとちょっと薄くなるのかな。よし、でこれを出してシャカシャカしますか。あつ、はい、はい、いい感じ。溶けちゃう。よし、で入れちゃうでしょ。これ上からかけちゃっていい。いいよ、入れちゃっていい、ね、うん、上からかけて、うん、このちょうど辛み、ちょっとかき混ぜるとこの辛さと一緒にいいんじゃないですか。もう下に、もうこれゼラチンで固めなくても言わないで、だからそうするとちょっとあれじゃん、固めたと切ったりしてさ、ね、もうこのままチンしよう。それありだな。で、そのままでゼラチン混ぜて、もうここに結局これが冷えちゃうと、そうだよね、うん、ゼラチンだとこれゼラチンに、あ、いいどうする？いいよ、このままそのままちゃおう。じゃあこのままでチンしてゼラチン入れればいい。ゼラチンをチン、うん、ここ開けるのか、こうやって開けて、はい、はい、そうそう、で、レンジ2分でいいか、2分ぐらいだね、うん、そう、ちょっとカットしますか。切ってもいいよ、カット、あとカットする、はい、はい、レンジ2分2分でできました。あ、熱い、 あ、いいじゃない、いいね。で、汁はどう、落ちた汁、熱い、ね、汁全然落ちたんですよ。あ、めっちゃいい匂いする。あ、いい匂いするね。キムチラーメンの匂いする。なんかいろいろ出てる。どうするか。ここにもう 5g 入れちゃおう。入れちゃう。はい。はい、出まーす。5g 準備。はい。ゼラ障子。OK。よし。はい、ね、5g。嘘。あ、でもね、これ 5g。あ、これいくつだ、わかんねえ。そうだった。これ水。でも少ないね、これ少ないね、うん、半分ぐらいでいいと思う、半分ぐらい。じゃあこれを全部固めるから、いいよ、これぐらいで。固めなかったら最後じゃない。そうだ、ちゃゴ、あ、これ半分入れて、こっちで半分入れる。あ、これ混ぜるからいいよ、うん、あ、そうか、そしたらいいね。そう、ちょっと一度こっちを貸してもらって、はい、ここに入れます。はい、はい、うわと溶けてるか分かんない、これ一応熱いけど、78ねえかな、これ。溶けてるか分かんないっていうことで、どうしようか。はい、はい、もうだいぶやべりたいね。そしてじゃあここに入れてみます。固まるか分かんないです。やば、もったいない。これは後で食べましょう。お湯入れちゃう。お湯入れちゃうか。入れちゃうっていうかね、洗えないんだよね。
ちにしろ。もったいな。もう汁が。これこれさ。じゃ何ともなんともね、これ穴下開いて入ってるし。なんかいい方ないかな。あ、いいや。オッケーオッケー。なるほど。仕方ない。じゃこれで。はい。ちょっと混ぜて。混ぜて。よく混ぜないとやばいよ。これで冷やしてどうなるか。どうなるかですね。うん。でもさ、量的にはなんかその180、200ミリぐらいありそうだよ。まあそうだね、量的にね、そう。水。はい、オッケー。いいんじゃない？うん、これでちゃんとかけ混ざってないとそうムラができると思う。よし、これでいいかな。はい。これでどうなるかな。はい、見ていきますか。はい、じゃあ冷やしていきます。はい。15時間冷蔵庫入れて15時間待ちました待ちました。はい、いただきましょう。お気持ちいいこれはね、ああいいね、持ち運びに便利なキムチですよ。そここだわるね。そこですよはい、汁が垂れないキムチ、あいいね、素晴らしいと思いませんか。開けてみましょう。ご会長、あ本当はでもキムチの、うん、容器で作れば、その汁が残らない。うん。まあ、今回は、ね、ゼラチンでくっついちゃうから。今回こちらで一応作ったんですけど、うん、はい。はい。はい。いつも、いつも通りか。そうですね。じゃあ、周り。はい、じゃあ、やりましょう。そうしますか。はい、お願いします。はい、OK。はい、くけた。はい、終わりました。いきます。おっと、え、うわぁきたー、乗りはつく、乗りはつく、いきますよ。はい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 、3、2、1、見える。おあ、はい、キムチの燻製ですね、完成しました。だからこれ前回失敗、うん、あの容器のね、うん、長い容器入れると下に具がこずんじゃうから、まあこうまんべんなく混ざるようにちょっと平らの、ね、平らな容器で、そしてここにこれを、着ていきます。はい、この辺でね、あのね、森って言った森、あやめたやめた、ゼラチン、いや中が固まってないか外だけか、ゼラチンの量が一応 5g だったからどうだろう。あ、多くやったはずだけどね。 5g ぐらいでやったよ。ああ、でもつゆが少なくてさ、つゆに対、うん、そうだね、つゆは少なかったからつゆだけなら多分ね 1g ぐらいでいいんだけど、具があるからそう 5g 入れたんだよ。ああ、うちのね、でもちゃんと固まるように外は固まってるんだけど中がやっぱ空洞があんまりないのかな。でこう結局、あ、や、野菜を切らなきゃいけないから、これそうなんだね、そなで崩れちゃうんで、ちょっと、ね、でちょっとこの、ここで、ここで終わりましょう。これでやめるか、これでやめましょう、これでやめる、じゃあ、うん、じゃあこれ食べてみましょう。で、ご飯を用意しました。何？ご飯を用意しました。はい、ご飯と一緒に食べます。うい、包丁はちょっと取ってて、ちょっと取ってて、はい、はい、どうぞ。はい、じゃあいただきます。ちょっと待って、玄米のあれが残ってる。いただきます。ほかほかのね、ご飯です。ほかほかの断面、どう断面、これ固まってるには固まってるか、一応どうなんだろうね。変わんないです。そうですね、ちぎって食べてたら同じなんだよね。結構ちょっと、まあ、もう完成。この固まった状態で食べないと。なるほど。ここがこういう感じね。あ、いいね。そうそう。で、こう乗せて、お寿司で、だからこう。キムチ寿司。
どうぞ。これ汁と一緒に食べれる。これはいいんじゃない？だから。なるほど。バラクラはね。うん。バラ。バラクラはね。うまあ。味は変わらないです。味は変わらないよね。ただ、ゼラチンで戦えるんですね。水でもおすすめするし、うん。まあでも、これ見ると、あ、でも結構な強度だと思いますよ。あー。ただ、野菜が切りづらいから、うん、切ってる時に崩れちゃう。うんうん、なるほど。うん、うん、うん。ちょっと難しいですね、これは。固めた意味ね、この別にやりたかっただけだけど、うん、汁とちゃんとね、汁も固まるから汁と一緒に食べれるっていう、うん、そこはいいんですよね。味濃い、すごい、うん、ここ切ってみようか。切れたこれどう？辛い感じか。あ、辛いね。後から来た、急に。なるほど。はい。はい。ゼラチンで固めた意味ね。ないね。はい。では、持ち運びに便利な気持ちで完成です。しつこいですけど、持ち運びには便利なんですよ。そうなの？持ち運ばないよ、キムチ。持ち運ぶんだ。どうしてもキムチが食べたいって時ありませんか？どうしてもキムチが食べたい。山の上でキムチが食べたい。でも汁物だから、ちょっと持ち運びづらい。タッパーに入れてね。でもなんかちょっと垂れるのが怖い。だからゼラチンですよ。ゼラチンで固めて、ね。タッパーに入れて、持っていけば、絶対にこぼれません。うん。そうだね。汁が余らないっていうね。そういうとこがいいかもね。そうですね。ああ、辛い。でも結局ここ周りにこびりついたら意味ない。はい。はい。はい。こんな感じです。まあ普通のキムチ。まあ普通のキムチです。はい。ただ固めてみた。うん。だけです。固めてみただけです。はい。はい。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。